みおあのね、聞いてみよう。あのね、まつり最近みおのことがすごく好きでねなんでや急に、いやなんかね、いやもともと好きだったんだけどさ、最近レッスンでちょいちょい会ったりとかしてさ、あ、そうだね、そう、それでなでなでして甘やかしてくれるしさ占いでもさ、愛が足りないっていう言ってくれてさそうだね、それをミオがね、こう実践してさ、こう、愛が足りないからね、よしよしみたいなことを言ってくれて、あ、ミオーってなってんの、もう最近好きが止まらんくなってる、ミオが大丈夫そう、そうだね、ちょっとむせちゃったよ、そう、そうね、まあでもだから、ミオの赤ちゃんになるうちの赤ちゃん候補多すぎんかやばいで、ね、何読めばいいや入れといて、その候補の中に入れといてまあね、今年はね、ちょっと祭りは、あのしっかり愛情をかけないとね、いけない年というか、だと思うのでね、まあうちもね、祭りに優しくしていきたいなって思うよ。今年はね、あの去年ナキリが甘えてたからナキリになり変わろうとするな。そう、なり変わってね第二候補としていきたいと思います。怖い怖いよろしくね。怖いよ、ナキリと祭りじゃだいぶ違うんだけどじゃあまあね、練習頑張ってね、はい、応援してるからね。 ありがとう。はい、ありがとうね、はい、来てくれてね、またね、ありがとう、ギリギリまでありがとうね。いやいや、バイバーイ、おやすみなさーい。好きくふいやちょっとむせちゃいましたね。もうね、まつりは結構ストレートにね、気持ちをね伝えてくるからね、ちょっと消しちゃった、ドキッとしちゃいますよね。